ルネサンス、ルネサンスは再生、復活を意味するフランス語であり、一義的には古典古代、ギリシア、ローマの文化を復興しようとする文化運動であり、14世紀にイタリアで始まり、やがて西欧各国に広まった文化運動としてのルネサンス。また、これらの時代、14世紀から16世紀を指すことも、ある時代区分としてのルネサンス。 日本では長らく文芸復興と訳されており、ルネサンスの時代を復興期と呼ぶこともあったが、文芸のみでなく、講義に使われるため現在ではあまり使われない。ルネサンスとも表記されるが、現在の歴史学、美術史等では、ルネサンスという表記が一般的である。ルネサンスルネサンスという語は、再生、で再びネサンス誕生を意味するフランス語で、19世紀の フランスの歴史家ミシュレが、フランス史、第七巻、1855年に、ルネッサンス等表題をつけ、初めて学問的に使用した。続くスイスのヤーコップブルカハルトによる、イタリアルネサンスの文化大コルトゥーマであるネッサンスイン、イーターリン、1860年によって、決定的に認知されるようになった概念である。ルネサンスに相当する言葉はすでに16世紀から、 用いられており、ジョルジョ・バザーリの画家、彫刻家、建築家列伝に現れた、リーナタ、再生の後に直接的な起源があると思われるが、再生という意識そのものは、早くも十四世紀の最大の詩人、ダンテやペトラルカの著作に見られ、文化的に大きな影響を与えた。ところで、論者によって、ルネサンスの定義は、しばしば大きく異なる。文化運動を指す場合と、 時代区分を指す場合で、しばしば混乱が生じる。例えばルネサンス音楽の項目を参照。ブルクハルトの時代には、ルネサンスは極めて明瞭に区分できると思われていたが、その後、特にゲルマン系学者による中世の再評価が行われた結果、ルネサンスを特徴づけると考えられていた。自称、古典古代の文化の復興の多くが中世にも存在していたことが明らかになった。 カロリング朝、ルネサンス、12世紀ルネサンスなど、また、ルネサンスの時代にも、先世術や魔術など、はなはだ非理性的、非科学的な思考が多く残存していることも、明らかにされた。これらによって、中世とルネサンスを明確に春別することは困難になったのである。ルネサンスが近代の始まりなのか、それとも中世の範囲になるのか、という点についても論議が続いているほか、 ヨーロッパ中心主観であることを批判する論者もいる。ルネサンス、再生、復興は、ヨーロッパをローマ帝国の後継者とみなす西洋中心主観に基づくもだが、ローマ帝国はオリエントの一部であり、当時ヨーロッパと呼ぶべき世界はまだ成立していない。ヨーロッパ世界の始まりは、カール大帝がローマ教皇から定官を授かる800年とする見方である。ただし、 14から15世紀のイタリアで大きな文化運動が起こり、各国に影響を及ぼしたこと自体を否定する論者はいない。本校では古代ギリシアローマの学問、知識の復興を目指す文化運動がイターで起こり、やがてヨーロッパ各国に波及したと捉えておく。イタリアルネサンスの時期としては、概ね14世紀中頃のペスト流行以降、 宗教改革後のトリエント公会議、1545から1563年までが想定される。従来の一般的な見方は次のようなものである。およそ千年の間の純粋キリスト教支配の下、西ヨーロッパ圏では古代ローマギリシャ文化の破壊が行われ、多様性を失うことにより、世界に貢献するような文化的展開をすることはできなかった。こうした見方は、 ルネサンス以前の中世を停滞した時代、暗黒時代と見なすものである。現在では古典古代の復興はイタリア文芸復興より以前にも見られる現象であることが明らかにされている。9世紀フランク王国のカロリング朝ルネサンスや10世紀東ローマ帝国、ビザンツ帝国のマケドニア朝ルネサンス及び帝国末期のパレオロゴス朝ルネサンス。 西ヨーロッパにおける12世紀ルネサンスなどがあり、これら複数のルネサンスとも呼ばれるについては、それぞれの項目で述べる。ギリシアをはじめとする古典的な地の遺産は、そのほとんどが8世紀から9世紀にかけてアラビア語に次々と翻訳され、初期のイスラム文化の発達に多大なる貢献をもたらした。特に830年にアッパース朝の第7代カリフマアムーンによって、 バグダードに設立された、知恵の館において、膨大な翻訳作業が行われ、知識の継承が急速に進んだ。しかし、そうした知識の継承が一段落ついたかと思う間も、なく、新たな翻訳の時代がその幕を開けた。古典的な文献とイスラムの哲学者や科学者たちが、それに加えた注釈が、次々とラテン語に翻訳されたことによって、西ヨーロッパの人たちはイスラムが継承。 拡充した古典をラテン語で読むことができるようになった。翻訳作業の大半はイスラム圏とヨーロッパ大陸をつなぐ中継基地としての役を担っていたイスラム支配下のスペインにおいて行われ、この作業にはそれぞれ出身地をことにするイスラム教徒、キリスト教徒、ユダヤ教徒など数多くの翻訳者集団が参加した。社会と経済の発達の重要性を痛感していた。 西洋の社会は、初期のイスラム社会と同じように、とりわけ、医学をはじめとする科学的な知識を必要としていた。アリストテレスが魂について、哲学的考察を加えた、レイコン論。これには、イスラムの哲学者、イブン・リュシュドが注釈をつけている、イブン・シーナーが表した、医学転半、哲学者であるとともに医師であったアル・ラーズイが、表した、アル・マンスールの書は、 いずれも15世紀から16世紀にかけて翻訳された。これらの作品は、西欧の学生たちにとって必読書であり、そうした事情は500年という長い歳月にわたって変わらなかった。ルネサンス期のヨーロッパの学者たちは、膨大な百科全書のようなギリシアイスラム文献に取り組み、こうした文献は、最終的には多くのヨーロッパの言語に翻訳され、 印刷技術の飛躍的な革新によって、ヨーロッパ全土に普及した。イスラム文化が衰退の一途をたどり始めた時代と、愛前後して、ギリシアイスラムの地の遺産を継承した西洋が、ルネサンスによって盛んな活力を獲得し、イスラム文化にとって変わって、世界史の表舞台に登場したことは、歴史の皮肉に他ならない。文芸復興初期においては、 ギリシアとイタリアと西欧諸国との関係は薄く、上実のようにアラビア語を介しての文化伝達に過ぎなかった。しかし1397年、東ローマ帝国からギリシア語学者のマヌエル・クリソロラスがフィレンツェに、招聘されてギリシア語学校を開いてから、イタリアにおいてギリシア語学習が行われるようにな。東ローマ帝国に保管、継承されていたギリシア語の古典文献の読解が、 可能となり、ルネサンスの一助となった。特に1453年のコンスタンティノープル陥落による東ローマ帝国の滅亡によって、東ローマ帝国から優れた学者がイタリア半島に相次いで移住し、古典文献研究は大きく進んだ。ルネサンスは西欧世界の進行方向を決定づけるような文化史、精神史の上での一大事件であった。まず、 イタリアルネサンスと呼ばれる事象の起こり、発展、終焉。次に、イタリア以外での西欧諸国のルネサンスの需要と、発展の様相を見る。シチリア王、神聖ローマ帝国皇帝のフェデリコ二世、1194から1250年は、イタリアで生まれ、イタリアで、生涯の多くを過ごした。 ローマ帝国の復興を志し、シチリア王国に古代ローマ法を反とした法律を定め、ナポリ大学を開いた。しかし、ローマ教皇や諸都市と敵対し、結局、フェデリコの死後、南イタリアは、フランスアンジュ家の支配下に入った。14世紀以降、ルネサンス、イタリア語で、リナシメントリーナシャメントの中心地となったのは、地中海貿易で繁栄した北。 イタリア、トスカーナ地方の初都市である。特にフィレンツェは、毛織物業と銀行業が、盛んになり、大きな経済力を持っていた。フィレンツェ出身の詩人ダンテ、1265から1321年、合成的によって、フィレンツェを追放され、ドゥローの生活の中で代表作、新曲を完成させた。古代ローマの詩人、ヴェルギリウスが、地獄、 煉獄巡りの案内人として登場し、主人公が地獄、煉獄から魂の浄化を経て天国へ登ってゆくという内容であり、ローマの古典文学とキリスト教による救済との調和を図った一大叙事誌である。続いて、ペトラルカ、1304年から1374年は、古典古代の時代こそ人間性が肯定されていた理想の時代であり、中世。 キリスト教公認以降のローマ帝国が衰退した時代を暗黒時代と考えた。ペトラルカは修道院に保管されていた古代の文献を収集し、ラテン語による試策、叙述を行ったが、このように古典の教養を持ち、人間の生き方について試作する知識人を人文主義者、ユミニスタ・ウマニスタと呼ぶようになった。また、 1453年のコンスタンティノープルの陥落、東ローマ帝国滅亡の前後には、東ローマから多数のギリシア人の知識人がイタリアへ亡命してきた。末期の東ローマ帝国では古代ギリシア文化の研究が盛んになっており、パレオロゴスアサルネサンス、彼らが携えてきた古代ギリシアローマの書物や知識は、古代文化の研究を活発化させた。 人文主義者の一人、フィジーの1433年から1499年は、メディチ家のプラトンアカデミーの中心人物で、プラトンの著作を翻訳した。イタリアは古代ローマ帝国の文化が栄えた土地で、古代の遺物も多く、彫刻家、建築家らはこれらから多くを学ぶことができた。建築の分野ではブルネレスキが、ルネサンスの建築家の始めとされる。 ブルネレスキは当時困難とされていたフィレンツェ大聖堂、を、サンタ、マリアデルフヨーレに大ドームをかけるという題に合理的な解決をもたらし世の称賛を浴びた。中世の職人とは異なる高い教養と科学的知識を持つ建築家の誕生である。人間はあらゆるものになる可能性を持っていると説いた人文主義アルベルティは建築論と自作。 絵画論など多くの分野で業績を上げており、ルネサンスの理想である万能の天才の一典型とされる。また、ミケランジェロ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ラファエロはそれぞれ絵画、建築、彫刻など多方面での才能を発揮した。音楽の分野でのルネサンス音楽という用語は、ルネサンス期に作られた音楽という意味合いが強く、実際に音楽家たちが復興を意識するようになったのは、 ルネサンス末期である。16世紀後半のフィレンツェで、ジョバンニ・デバルディクをパトロンとして、カメラアータと呼ばれる研究グループが結成され、古代ギリシア音楽の復興を目指す試みがなされた。主要なメンバーは、ジュリオ・カッチーニ、リュート奏者、ヴィンチェンツオ・ガリレー、科学者、ガリレオ・ガリレーの父、ピエトロ・ストロッチである。彼らは、従来のポリフォニー音楽では、金星の取れた、 美しさと引き換えに歌詞が聞き取りづらいことを批判して、より人間の感情を強調できるモノディオ式と呼ばれる独唱のスタイルを生み出し、その成果はバロック音楽への発展につながった。また、カメラアートの活動に刺激された同時代の作曲家はギリシア悲劇を思想上の藩としてオペラを創出し、ヤコポペーリのラフネ確認できるうちでは最古のオペラや クラウディオ・モンテベルディのポッペイアの体感といった傑作が生まれた。イタリアでルネサンス文化が開花したのはフィレンツェ、ミラノ、ローマ、ベネツィア、ナポリ、フェラーラなどの都市である、すべての都市ではない。学芸を愛好し芸術家たちを育てたパトロンとしてフィレンツェのメディチ家、ミラノのスホールツァ家、フェラーラのエステ家などが知られている。15世紀末には サボナローラの改革によりフィレンツェの芸術は衰退し、フランスとの構想でミラノのスゴルツ家も追放された1515 15年が、この頃には教皇の中にもルネサンス教皇とこれる文芸保護に力を尽くした教皇が出現し、ローマではサンピエトロ大聖堂などの建設が行われ、多くの芸術家を集めることになった。ローマ略奪1527年によりローマは一時、 荒廃したが、ベネツィア共和国やトスカーナ大公国、フィレンツェで美術の流星が見られた。宗教改革により、嘆きを受けたローマ教会も、トリエント公会議により、体制を立て直し、新大陸からもたらされる、莫大な富を背景に、16世紀から17世紀にかけて、バロック美術の時代に入る。しかし、文化の中心地は、次第に、 フランスをはじめ北方の国へ移っていった。ルネザンスのイタリアは文化の先進国としてヨーロッパを近代に導く役割を果たしたが国内は強硬領や小国に分裂し、またイタリア戦争後は外国の勢力下に置かれたため国家統一が遅れ政治、社会の近代化では立ち遅れる結果になったのである。1600年には 宇宙の無限性を唱えたブルーノが異端として家計に処せられた。イタリアにおいては自由な科学研究も困難であることが示され、ルネサンスの時代は終焉を迎えたと言うべきであろうガリレオガリレーの項目も参照。ルネサンスの時代は明るい時代ではなく、ペストの流行やマキャベリが君主論を表したことで知られるように、清掃、戦乱の続く波乱の時代であった。 文化を享受していたのも、宮廷や教皇庁など一部の人々に過ぎず、魔術や、迷信もまだ強く信じられていた。一般に、15世紀末から16世紀には、程度の差はあるが、ルネサンスの文化は、アルプス以北の西欧や一部東欧諸国にも、波及したと考えられている、北方ルネサンス。しかし、ルネサンスを社会形態まで含めた、 相対的運動として捉えた場合、ルネサンスは本質的にイタリア固有の現象であって。また、ルネサンスと宗教改革の関連についても議論がある。特にアルプスイ北の諸国においてルネサンスの一部である人文主義の研究は宗教上のものと結びつきやすかった。特にネーデルラントにおけるエラスムスの研究はルターやカルバン。 ツビングリなど多くの宗教改革者に影響を与え、宗教改革の発端を作ったと考えられている。しかし一方で、宗教改革者と人文主義者との関係は、必ずしも良好ではなく、ルターとエラスムズもお互いを経して遠ざけた後、1524年から1525年にかけての自由意志をめぐる一連の論争で完全にを分かった。以下に、一般に、 ルネサンスと評される各国の文化を挙げる。必ずしも古典の復興を目指したものとは限らないが、イタリアルネサンスに触発され発達したものや、明らかに中世文化とは異なる特徴を持つものなどが含まれる。これらは一時的な流行、単なる模倣にとどまらず、各国の国民文化の核にもなっていったものである。 1384年から1477年まで、ブルゴーニュ公国の支配下にあったフランドルでは、毛織物工業と貿易が活発であり、豊かな文化が花開いた。イタリアの先進文化が伝えられ、国王の文芸保護政策もあって、文化活動が活発になった16世紀は、フランスルネサンスの時代と言われる。ミシュレ、フランス史。一般に、イングランドにおける、 ルネサンスの最盛期は16世紀のエリザベス朝で、ピューリタン革命1642年から1649年によって幕を下ろしたとされる。俗語で書かれた文芸作品も多く、新曲、デカメロン、カンタベリー物語、ガルガンチュア物語、シェイクスピアの儀曲、ドンキホーテなど、各国の国語が形成されていった時期に重なっている。一方、 各国の知識人が交流する上で、中世以来の国際語であったラテン語の役割も見逃せない。例えばネーデルラントのエラスムスとイングランドのトマスモアはラテン語という共通語があったことで思想的な交流を持つことができた。なお、建築の分野では、イタリアで生まれたルネサンス建築が基盤となり、他の国にも普及していった。古典様式を いかに理解し消化するかが課題となり、それぞれの国で特色ある様式が生まれた北方ルネサンス建築の功を参照。ルネサンス以降、古代ギリシアローマを反とする古典主義建築が正当的な建築様式とみなされるようになり、20世紀に至るまで権威を保った。ルネサンス期の気学局、声学局はイタリアよりブルゴーニュ、フランドルが中心であった。 イタリアではルネサンス後期に至ってようやくパレストリーナが登場した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。